はい、ここからは、うん、まあ、言っちゃえばこの魅力をお伝えするためにテスト環境で、はい、ちょっといろいろやっていこうかなと、うん、お届けしようかなと思っております、はい、まあ、なぜそうしたかというと領地を拡大する、うん、そのために何をしたらいいのかということを、皆さんにお伝えしようと思っております、はいはい、でこれはまあ今これはだいぶ攻め込んだ状態ではあるんですけど、はいはいはい、まあ、さらに領地を拡大したい場合にはどうしたらいいのかというと、うん、まあ、基本的にはこの見えてる領地のこの一つ外の隣ですね、はい、隣です、はい、こちらをまあ占領、例えば、おう、なるほど今もうマックスまで取れちゃってるんだな、はい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 、はい、まあ、まあ、でも一応、まあ、そうですね、こことかがいける感じです、うん、あとは、こういうところに建築物見櫓、あ、ほんと占領範囲を増やす、そうそうそう、これを作ると、はい、まあ、ちょっと時間はかかるんですけれども、はい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 、攻め込める場所が増えると、なるほど、なということになっております、はい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 、はい、あともう一つ重要なのが、うん、連盟です、連盟を、はい、組むことによって、うん、その連盟した相手、お友達の城の、うん、の隣も行けると、へえ、あ、そうなんですね、そうなんです、なので連盟を組むことによって、うん、その攻め込める範囲が格段に広がると、はあ、そうかそうかそうか、いうことで連盟も、有効に活用していきましょうという、確かに土地によってあれですもんね、まあ、あ、これないなみたいなのあるかもしれないですもんね、そう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 、うんうんうん、まあ、でまあ基本的には、まあ、さっきも見てもらったようにこの範囲があるんですね、いくらでもってわけではないので、ここを例えばこう見てください、この数字が要するにはいっぱい資材をもらえるところなんですね、はいはいはい、で数字書いてないところはそうでもないと、うん、なのでまあ例えばここら辺をじゃあいらないやってことになったらこの×を押すと、はい、破棄します、あ、放棄します、あまりにも取りすぎてもってこと、そう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 、これを放棄して、でまた別の、この、あ、本当は1個マス増えたでしょ、そういうことです、ここで、例えば、まあ、4の方がいいよね、だからこれ4を取っていこうよ、あ、はい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 、効率よく、自分の、領地にしていきましょうよと、やたらめったら増やす、まあ最初のうちはそれでもいいんですけど、うん、まあ、資源がある、ゆくゆくはそうですね、効率良いで効率いい、この数字が高いところはよく激戦区になったりするから、うん、まあ、そこら辺もどうやって守っていくのかっていうところも、なるほどね、はい、戦略の一つになってくると思います、はいはい、というわけで、まあ、私の方は、うん、まあ、要はパンパンだと、はい、テスト環境で、まあ、これはドーピングされているので、はい、ちょっともう今体がパッツンパッツンだということでなるほど、ここはこうちゃんが取ってくれる、ください、あ、わかりました、僕結構まだまだこうやっていっぱいね、まあ、ちょっと僕もテスト環境なんですけども、はい、結構ね、あの土地がまだ取れるので、はい、どれぐらい取れるかって言ったら左上を見てもらって、はい、自分のまあアイコンの隣に土地、うん、勢力の下に土地って書いてるじゃないですか、はいはいはい、あれを見てもらって、ここで言うと180分の151ということは、あ、じゃあまだ180まで取れるからまだまだいけますよということで、じゃあ実際にどんなもんかちょっとやってみてみますか、はい、そうですね、まあ言うてそんなにあの見せるだけなんで、 そうですね、その辺がいいと思います、はい、じゃあこれをじゃあ占領に、はい、占領です、占領です、占領しましょう、で、光月影で、はい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 、占領します、そうですね、兵力少ないけど、まあ、あ、右下にね確率を書いてもらってる、きっと本当はきっと楽に勝てるでしょうって言って、はい、じゃあ行きましょう、占領しに行きましょう、わ、興奮してるよ、はい、そうですね、まあこの戦闘というのはね、やっぱり兵力とか、まあ、武将能力もそうなんですけど、うん、兵力がすごく大きくて、であれも確率なんで、うまく立ち回れば多少の劣勢も挽回できたりするんですけど、まあ、基本的にはでもまあ勝てるよって言われた時に行った方がいいんですよね、なるほどね、はい、勝利しました、でこの土地は、まあ、ちょっとこの保護中っていうのがあるんですけど、この時間が終わったら、自分の領地になります、なるほど、はい、はい、でおります、はい、そして、今こちらがさっき、うん、戦ったし、あの、まあ、押してください、一番上かな、一番上、はい、これを、再生するとどんな戦いが繰り広げられたかという、はい、20人なんだね、相手こっち1400人、なかなか、あー、20人、おい、かちょっとかっこいいよ、相手がむしろ、うんうん、映画の、あー、一瞬じゃん、一瞬じゃん、もっとなんかこう、食い下がる瞬間とか見たかったけど、そんなことはない、いやいやいや、もう本当に圧倒的な数で、はい、もう戦いは数ですからその通りだな、うん、じゃあ、次は、はい、ちょっと歯ごたえなる行ってみましょうか、いや、もうさすがにね、あんな20対1400だね、はい、だから勝った気がしないということで、うん、3ぐらい行ってみましょうか、これね、はい、あるんですよ、ここの畑、まあ、高地ですから、これ結構ね、うん、資源もらえるんで、ここ取っとくといいとは思います、でもこれ見てください、これも、はい、ほぼ互角、なるほど、うん、さっきの
まあちょっとそがれて、そがれてそうでもないか、まあでもいけるんじゃん、ほぼ互角いきますか。じゃあ今天に任せましょうって言うから任せよう、はい、いきます、頼む、ほぼ互角、高月へ頼むぞ。こうなるとでも武将のね力がひょっとしたら互角だったら、ほぼ互角だから、はい、どのようになるでしょうか。頼むぞ。おお勝利した、おー勝った。え、どういう試合、どういう戦いだったかちょっと見てみましょうよ。いいですか、見ましょうか、はい、じゃあ再生こちらですね。さあどうなったのか、はい、あーいいよ、ちょっと負けてるじゃん。ちょっといいよいいよいいよ、ちょっと負けてる、あーなんかちょっとテンション上がるね。きた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 、まずぶつかり合う、ぶつかり合う、いいじゃんいいじゃん、いいよいいよ。そして舞台もぶつかり合う、ぶつかり合っている。あー火や、あー矢も飛んできてんな、すごいなこれ、互角よ。おあでも結構だいぶダメージが増えてる、はい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 、あしっかりと決めて、はい、結構でもどうだ、圧倒してない、重傷、相手が重傷になったか、はいはいはい、イエーイ、なるほど、これあれですね、はい、相手のあの大将を取ったから、そういうことです ね、 ね、はい、光月栄が頑張ってくれたんでしょうねきっと。いやありがたい光月栄本当、はい、ということで、3の今コーチがこちらのものになりました、はい、ありがとうございます。これですね、今報告になってますけど、はい、はい、今報告、もうこの時間あともう数秒、数十秒で、はい、自分のこうやって領地を広げていくということになります、はい。